お疲れ様です。ネットフリックス特会面白かった。ちょっと長かったですね。12話もありましたんで、見るのに体力使いました。でもね、1話1話とっても面白くて興味深く見させてもらいました。まあ後半の西品っていうね、中村徹さんが悪質債務者として立ち回る姿は、随分追い詰められる方がやっけないなと思ってね、これはちょっともうちょっとなんとかならないのかなと思いました。 はい、でね全般的に投じしてみたら悪党の美化っていうところがこのドラマの真髄だったと思いますせっかくねこの主人公の方なんていう方だったかな忘れましたけども <laughs> よく知らないあの海猿の方ですよねであの白い巨頭の,あの柳原くんですよあの俳優さんがドーンとねでっかい主役を張ってやってくださったこのドラマ まさに、整理回収機構の、まあ、悪党としてをすごく美化してますね。どういうことかっていうとね、整理回収機構ってのは、バブルの時代に乱暴にお金を貸した、そのツけを国民の税金で補填することを避けるために作られた、きっちりお金を貸した人から返してもらおうっていう風な目的の組織なんですよ。で、その、頑張る姿をドラマにして、 結局、整理回収機構、特会って言うんですけどね、特会ってすごいでしょっていうふうに美化してるんですけども、特会ほど悪党なところはないと思いますよ。それは、貸した金を返せって言うから悪党っていうことではないんですよ。結局、特会ってのは、優秀で借りたお金を返さないことに、もう特化した債務者には手をつけずにね、返せそうな貧弱な奴らばっかり力しか、 貸し剥がししなかったんで、すよで大した防衛能力もなく、法律的な知識もなく、裁判に立ち向かえるお金や時間もなくて、日々をなんとか暮らしている人、そういった庶民の中小企業や個人事業主から金をぶんどって、はい、回収きっちりしましたっていうふうにね、口を拭ってる集団のことですよ。で、それを払拭するためにこういった 悪党をを美化した特会っってていうドラマを作って国民だす,すよ。ねここに毎度「ようこそ取り立てえ!」みたいなね冗談で最後を送られてますけどもいや本当にひどい話ですよねこの整理改修機構「特会」の話の中には実際にバブルの時代に作ったツケを何も知らない次の世代が背負いこまされてるっていうねそんなエピソードも出てくるんですけども じゃあねこの特会手組織、整理回収機構っていうのがありますけども、これから新入社員として、この会社に入ってね、債権回収の業務に入る方、ね、いわゆる取り立てをする新入社員とか、若い社員っていうのは、誰かに、あなたが金を貸したんですかってことですよ、貸した覚えもない金を返せ返すと言い張るだけでしょ、しかもそれは上司に言われて、会社組織のミッションとしてですよ。 貸した覚えもないお金を上司に言われて返せ返せと取り立てる。まさに取り立て屋ですよ。闇金もびっくりですよね。それを公的な機関としてやってるわけですから、悪党は甚だしいと思いますね。大体、貸した金が返ってこないってのは貸した人間のせいだと思いますよ。よく言いますよね。貸すときはあげると思って貸せと。ね。それが公的機関だったら、 法律の力を使ってね、お金を分取って、分取った後ペンペングさんになったお金をむしられた一般庶民、中小企業経営者がどうなってもいいっていう考え方なんですよ。ねだったら、最も困難な金額のでかい、知能犯から先に取れって話じゃないですか。100万、200万を血眼こになって回収する中でね、100億、200億っていう金額を野放しにしてるのが、この。 整理改修機構特会の実は本当の姿じゃないですか中小企業から貸し剥がしをしてバタバタ潰していってですね、日本の産業をダメにしたのはこの特会ですよ。金を返させるんじゃなくてさらに貸してどうやったら立ち直ることができるか。そこにこそこの整理改修機構の何たるかがあると思うんですよね。この辺はドラマの中でもちょっと出てきましたけども、 目先の肉が欲しいからって言って、毎日卵を産む鶏を殺してるわけなんですよ。そして今、失われた10年が20年になり、30年になった。まさに、特会っていうところは悪党そのもので、日本そのものをダメにしたところ、それをごまかすためにこんなドラマを作ったと私は思います。で、ね、よく考えて回収をしてください。回収するだけが回収じゃないんだってことね。 よく肝に銘じてほしいですね。はい。じゃあ今回お疲れ様です。